名研の須崎です。今回は名古屋大学にお邪魔して23卒、24卒の方々にインタビューしていきます。学部と学年お願いします。法学部の4年生です。はい、よろしくお願いします。まあ、就活状況ってどんな感じですか？ちょうど6月の第1週ぐらいから、まあ、ぼちぼち最終面接と、あとはそこから一次面接がスタートするところが何個かあります。どういった業界見られてるんですか？見てるのは総合商社と、あとは航空系見てます。結構インターンとかって行かれてたんですか？インターン全く行ってなくて、本当にもう3月ぐらいから就活開始したっていうところです。メンタルとかやられたりするかなと思うんですけど、はい、どう乗り越えてるんですか？メンタルマジで強くて、全然その打たれないんで、いわゆる抑えじゃないですけど、そういう企業を受けてる時に、まあそこで縁がなかったとしても、まあ、そんなに受け取れないっていうか、実はパイロットを日本航空高専してて、で日本航空のパイロットは落ちちゃったんですけど、その落ちても、まあ、その日で全然、まあ、仕方ないかぐらいで、なんかあってもまあ仕方ないっていう気分で乗り越えれるんで、次行こうっていう感じで乗り越えるんで。ありがとうございます、はい、残りの就活頑張ってください。はい、ありがとうございます。工学部修士2年です。同じく工学部修士2年です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活って今どんな感じですか？もう終わりましたか？あ、もう終わりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにどういった業界の内定をいただいたんですか？メーカーですね。僕も終わって、はい、メーカーです。あ、メーカーなんですね。同じ会社とかではなくて？あ、では、違いますね。はい、ここがうまくいったから内定もらえたみたいなポイントがあったら教えてほしいです。できるだけ素を見せるように、まあ、笑顔で話すように意識してます。なるほど。就活終わっちゃったと思うんですけど、はい、あと1年間何しますか？研究としか言えないですね。卒業がね、卒業が第一なんで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。学部と学年お願いします。はい、経済学部4年生になります。はい、今って就活ってもう終わってますか？就活はもうすでに終わってます。おお、どんな業界の今内定をいただいたんですか？一応ローカルのテレビ局から内定をいただいてます。おお、すごい優秀ですね。いえ、とんでもないです。就活する上で何か気をつけてたこととかってありますか？自分もともとテレビ業界見てたわけではなくて、いろんな業界まず見ようと思ったんですね。だから最初の方は結構金融だったりインフラとかいろいろ見る中で、やっぱり偶然テレビ局いいなって思ったから、幅広く見るってことは気をつけてました。あ、なるほど。受かった秘訣って何だと思いますか？2つあるかなと思って、やっぱまず自分一人では面接ってできないんで、いろんな人に頼っていろんなフィードバックをもらうってことはまず大事にしてました。で、2つ目にどうやったら自分に対して興味持ってくれるかっていうところは気にしてます。例えばこういう問いかけしたら相手を気になって聞いてくれるだろうだったり、なんかその反応っていうのは常に大切にしてました。なるほど。やっぱりしっかり対策されてるから合格されてるんですね。ありがとうございます。そうかもしれないですありがとうございます。はい、生命の学研究科の、修士2年です。生活は終わりました？終わりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにどういった業界の内定いただいたんですか？インフラ関係とか、まあ、不動産関係とかを、もらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかうまくいったコツとかってなんかポイントとかありますか？自分の場合はいろんな、知り合いの先輩に実際に入っている人とかに聞いたりとか、あとは早い時期から始めるのがやっぱりいいかなと。うん、ちなみに富士山は何月ぐらいから始めたんですか？4月の頭ぐらいかな。早い。はい、やってました。あ、さすがです。インターンとか行ったりするの、はい、結構リクラブとか好きじゃないですか？あー、あったりしました。はい、まあ、自分はないんですけど、付き合いされてたから。よく見かけた。やっぱりそういうのあるんですか？ありますね。はい、ありがとうございました。学部は法学部で4年生です。就活も終わってますか？もう面接は全部終わって、今は結果待ちで、また行く企業を選ぶっていう段階です。なるほど。だからどういう業界見られてるんですか？はい、自分が見てる業界は金融とコンサルの2種類を主に見てます。なんか就活やっててちょっとやらかしちゃったなみたいなエピソードとかってありますか？就活受ける中で様々な企業を最終的にエントリーして、面接とかそういう予定がかぶっちゃってキャンセルしたみたいなことはありました。あ、なるほどなるほど。就活うまくやれてると思うんですけど、なんか秘訣とかってありますか？で、企業っていろんなその見方があると思うので、まあ、自分の優先順位っていうところを自分は意識していて、まあ、お金を優先するのか時間を優先するのか、何を優先するかってところを自分は意識しています。
なるほど。次に何を優先されてるんですか？自分は、自身が成長できる会社っていうところで、例えば最初の研修の制度だったりとか、そういう成長できる会社っていうところを見てます。なるほど。お給料とかもやっぱ大事ですよね。そうですね、給料も一応見てます。なるほど。ちなみにいくらぐらい欲しいなってあるんですか？僕は、まあ、明確にこれは会社にも言ってて、30歳で800万円もらえない会社は行かないって決めてるので。あ、そうなんですね。それが自分の中で基準です。あ、それ企業の人にも言ってるんですか？はい。なんか結構レアタイプですね。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか？今回は名古屋大学にてインタビューをしてみました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。コメントお待ちしてます。